日本初の近代女優川上貞奴の墓は各務原市鵜沼の定勝寺にあります。彼女はなぜ各務原を終焉の地としたのでしょうか。川上貞奴は俳優である夫川上音次郎の海外公演に同行し、女優として初舞台を踏みました。欧米ではヤッコブームが起こるほどの人気を得ました。音次郎の死後、女優を引退した貞奴は木曽川の電力開発に力を注いでいた実業家福沢桃助のパートナーとして事業を支えました。貞奴は生涯を通じて不動明王を熱く信仰していたことから、鵜沼宝釈寺の地に私費を投じて定勝寺を建立しました。彼女は境内に自らの墓を用意し、没後遺骨はこの墓に納められました。また定勝寺へ参詣するための別荘も建てました。万象園と名付けたこの別荘には随所に貞奴の美のこだわりが見られます。東京で生まれ育ち、国際的な女優として活躍した貞奴が各務原を終焉の地に選んだのはなぜでしょうか。生誕150年を迎えた今、一緒に考えてみましょう。